本日は突発性難聴について真野恵里奈さんとご本人の体験談を踏まえてお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。真野さんは以前聞こえの何か調子が悪いことがあったと伺ってます、はいはい、どんな状態がいつからありましたか？ちょうど19歳になった時にもうこのお仕事をしていて、歌のお仕事をメインにやっていたんですけど、その CD を出した時にイベントをよくやっていて、オープンスペースの野外でイベントをしていて、でイヤーモニターをつけて歌っていたんですよ。でその時に、まあ、音響トラブルなのか、なんか電波の障害なのかでバーンって音が一回鳴ってしまった時があって、でもその時はびっくりはしたんですけど、とりあえず今はステージに集中しなきゃと思ってそのままステージを終えて、その次の日かそのさらに2日後ぐらいからか、あれなんか耳が聞こえづらい、耳鳴りがずっと鳴ってるなっていうのを感じ始めて、でもまあ大丈夫かってどこかで思ってしまって、でその時はすぐにそのマネージャーさんに言えずに、お仕事も詰まっていたので、まあ、動けるしお仕事とりあえず頑張ろうと思ってやっていたら、日にちが経つにつれどんどんこうなんていうんですか、生活しづらいというか人と会話がしづらくなって、もう本当に我慢できないぐらい耳鳴りの音がもうここでラッパーが鳴ってるぐらいに感じて限界を感じて、マネージャーさんに言って病院に行って検査をしたら、左耳の低い音が全然聞こえなくなっていて、そこで先生から言われたのは、これは突発性難聴だねって。そのイヤーモニターは両耳に入れたんですよね。両耳です。で耳鳴り感じてたのもそれは左耳だけ？はい、左耳だけです、うん、バーンと音がしたのは両耳ですよね？そうです、うん、はい。めまいはありましたか？めまいはあんまりなかったんですけど、やっぱちょっと聞こえない分塞がってる感じがして、ちょっと平行感覚が取りづらいみたいなのもあって、でその時はもう早く治した方がいいからって言われて、1週間ぐらい入院して、ステロイドですかね、点滴治療をしました、うん、なるほど。大きな音をバーンってね聞いたっていう時に聞こえが落ちる状態っていうのは音響外傷といって、うん、まあ、よく例えばクラブに行って大きな音聞いたとか、うん、あるいはコンサートで音を大きく聞いた時にその日の夜ぐらいから耳鳴りが止まらないような感じとか、耳がこもる感ですね、はい、いう状態が出ることがあるんですけども、その場合には聞こえの検査をするとある一定の音域だけ下がるんですよね、4000Hz っていうところがね、はい、でそれは低音ではなくてどっちかというと少し高めの音なんですよね。だからそのお話を伺った限りではバーンと音がしたことによるものかどうかっていうのが微妙で、うん、その低音が、まあ、下がってたってことでしたもんね、はい、でこういうのは今回初めてですか？初めてですね。耳に関してはあんまりその中耳炎とかもなったことなかったので初めてです、うん、で点滴をして、まあ、一応治ったということで。そうですね、ちょっと怖さはやっぱりその後もライブがあったりしたので怖さはあったんですけど、でももう1ヶ月ぐらいでは全く気にならない通常の感じには戻りました、聴力も、はい、そうすると本来は今回初めてこういうことがあって低音部が下がっていたっていうことであれば、まあ、低音型難聴っていう言葉があるんですけども、まあ、正式には低音型感音性難聴っていう言い方をするんですけどね、うん、点滴治療っていうこともまあありますし、あとそのそうなった時のね、こういろんなご本人の例えばストレスとか疲れとか、まあ、睡眠不足とかそういうのはありましたかね？そうですね、もう本当にそのアイドルとしてデビューできて、うん、これからこの 1,2 年勝負だよって会社に言われて、うん、ほぼ休みもなくやっていたので、まあ、プレッシャーも感じてたし、
頑張りたいって気持ちもあって、とにかくがむしゃらだったので、まあ、先生その時の先生からもとりあえずなんか休みましょうって言われて、もうお仕事1週間明日からもうキャンセルしてくださいって言われて、私もあ休んでなかったなって気づいて、マネージャーさんもあ休みなかったねごめんねって言われました。大変でしたね、はい、でもなんか、うん、頑張んなきゃって思ってたので、うん、だからちょっと具合悪くてもやらなきゃって思ってたから、うんうん、もっと早く自分の体とちゃんと向き合わなきゃいけなかったなっていうのは思います、うんうん、まあ、あのでもね、良かったのは症状が出てすぐ受診されたっていうところですね、うん、何日ぐらい、3日目ぐらいで受診されたかな。そうだと思います、うん、なので、まあ、早く受診したっていうところは良かったと思います、うんうん、ただ、まあ、初めてどちらかの耳にある日突然聞こえがおかしくなったっていう病態だと、やっぱり突発性難聴という病気があるんですけどもね、うん、突発性難聴という病気はほとんどがどっちかの耳なんですね、うん、9割方もしくはそれ以上がどっちかの耳で、で初めて聞こえが落ちる、うん、それがもうきっかけとかあんまり関係なくですね、もう何月何日の何時から、例えば朝起きたらもう聞こえがこっちの耳が聞こえなくなってたとか、あるいはこうお仕事中に急に聞こえがもうプッってなる、そう、そういう病態であれば、まあ、突発性難聴で、これは低音だけじゃなく全体的に聞こえが落ちる病態なんですよね。人によってはめまいを起こす場合もある。で、まあ、とにかく初めてそういうことが起きたっていう状態であれば、まあ、突発性難聴というんですよね。で、ちなみにその後は真野さんは耳の調子はいかがだったんですか。その後しばらくはもう何の異常もなく普通にお仕事もやって、どんなにこうスケジュールが詰まっても体調を崩すとかもあんまりなかったんですけど、実は2年ほど前の、まあ、秋になる頃にまたちょっと左耳に違和感を感じまして、それはちょっとお休みの日で車で遠出をして、まあ、ちょっと山を車で越えたりとかしてたんですけど、帰りになんか耳が詰まるな、水の中にいるみたいだなって感じて、まあ、気圧かなって勝手に判断しちゃったので、とりあえず家に帰ってあったかいもの飲めば治るかなと思ってやったんですけど、よくならなくて、あ疲れてんのかなと思って、よく寝ようと思って寝てもよくならなくて、で今私スペインで生活しているんですけど、その2年前もスペインにいて、ちょっとなんか病院に行くにも勇気がいるというか、ちょっと言葉の問題もあったのですぐ行けず、1週間ぐらい様子を見ちゃったんですよ。さあどん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 こう高い耳鳴りがキーンってするようになってきて、あこれはもうちょっとしんどいな、外に出るのもしんどいなってなって、やっと病院に行ったんですけど、その耳鼻科の先生に見ていただいたら、その耳の中も綺麗だし、まあ、ちょっと聞こえは落ちてるけど、まあ、鼻づまりがあるから鼻炎から来るものだねって言われて、鼻炎用の薬を処方されて 2,3 日試したんですけど全然良くならなくて、あ、日本に帰ろうと思って帰りました。そうですね、それはやはり同じ側の耳だったってことですね。左耳です、うん、で、まあ、その後の、ね、山に登った時の感覚ですけども、例えば高い山に登ったり、あるいは飛行機に乗って気圧の変化を受けたりすると中耳炎を起こす、まあ、例えば口腔性中耳炎という言葉があるんですけど、中耳炎を起こす場合なんか当然聞こえが落ちたりします。ただその時耳の痛みが伴われることがほとんどなんですけど、痛みってありました？痛みはなかったです、うん、なるほど。で、まあ、スペインのドクターは鼓膜見て問題ないということであれば、やっぱ気圧のそういう口腔性中耳炎とかではないのかなと思いますね、うん、はい。で、まあ、日本に戻られたということですね。そうですね。で、日本の耳鼻科を受診された、はい、はい、最初になった時に見ていただいた先生に見てもらったんですけど、はい、うん、まあ、同じ耳が2回なることはないねとは言われて、うん、でも聴力が落ちてるのは確かだから、今回高音がもうほとんど、聴力検査の一番最後と一個前の音、高い音がほぼ聞こえない
状態になっていて、高音が聞こえないから、まあ、そこをちょっとでも治そうってことで点滴治療を2日に1回とか通院でして、あと飲み薬も2週間したんですけど、それはまあ治療にかかるのももうギリに発症してから2週間経つぐらいから治療を始めたので、正直ほぼ変わらないな、回復してないなって感じてます今。そうすると今度の聞こえは初回の時と違って高い音が聴力検査では下がってたってことですね、はいはい、めまいはなかった。めまいはちょっとありましたね。ちょっとあった、はい、なるほど。で耳鳴りもあったわけですよね、はい、もう耳鳴りのストレスが大きかったですね、普通あの高音が下がる状態っていうのは年齢の変化なんですね、うん、はい、はい、ただあの年齢っていうとえっと思うかもしれませんが、はい、あの今30代から聞こえ落ちると言われてるんですね。だんだん聞こえの変化っていうのは年齢とともにあり得るので、ただまあその高音部が下がるっていうのはどの程度下がったかっていうことにもよるんですけども、かなり落ちてました。そうですね、もうグラフでこうガンっていう。あ、そうなの、あ、はい、うん、そうか。他の音域は全然下がってなかったんですか。ちょっと下がったんですけど、うん、治療していくうちに他の音域は右耳と一緒ぐらいまで上がりました、うんうんうん、なるほどね、うん、まあ、先ほども申し上げた通り突発性難聴っていうのは、まあ、大体というかもあの1回で終わりで、特にきっかけとかはほとんどないんですね、うん、でちょっと申し上げそびれちゃったんだけど、あの大体10万人に30人ぐらいがなると言われてます、で年代は突発性難聴はどちらかというと、まあ、50代60代ぐらいの中高年層に多いと、で男女差は特にないってことですけどね、で早い段階で治療すれば、まあ、大体あの6割ぐらいは改善があると言われてますね。ただやっぱり手遅れの人の場合は4割方あの治らない、もしくは何かこう後遺症が残る、めまい感があるとか耳のこもり感や耳鳴りが残るとかっていうふうに言われてますね、まあ、大体あの聞こえがおかしいなと思ったら、あの 1,2 週間以内に受診することが望ましいんですよね。そうでないとなかなか聴力も回復しないことがあったりしますからね。